こんばんは、金美館通りの藤村です。今日はで何というお話をしたいと思います。お風呂屋さんならではの代表的なおもてなし技の一つとして今日というものがありますが、これは一緒にお風呂に入りながら水面にお客様の大事な部分のお顔を出してお口であれこれとするものです。この時のの様子がまるで潜水艦の潜望鏡が海面に顔を出している様子に見えるということから、そのまま潜望鏡って呼ばれているわけですね。これもやり方は教える講習員さんやお店によって少し違ったりもするんですが、藤村の場合はまずはお客様の背中に手を回して抱き上げるように少し持ち上げて、お客様の両足の間で体育座りをする形になりながら自分の両膝をちょうどお客様のお尻に当てて支えるという形をとっていました。こうすると両手も使えるし力もいらないので、なんだか大変なことをしているように見えるかもしれないんですが、そんなにこちらが辛いとかしんどいとかはないです。湯船の浮力があるから結構重量のあるお客様が相手でも意外とできてしまうものなんですね。ただこの状態って女の子側がバランスを調整して成り立っているので、お客様が動いてしまうと危ないです。なのでこの時は力を抜いてゆったりと女の子に体を任せておいてもらえると助かります。時々手持ち無沙汰になるのか頭を撫でようとする方もいるんですが、上半身を持ち上げられるとバランスが崩れて落ちてしまいますし、お風呂に入っている濡れた手で髪を触られるのも女の子としては困るので、もう本当にじっとしておくに限ります。あとはライブ配信の時にコメントでいただいた、この時にお湯を飲んじゃうことってないんですかっていう質問なんですが、基本的にはしっかりと水面上にの全身を出した状態で口にするので問題はないです。ただこの時に全く元気のない状態だと、もう水面ギリギリの位置でクタってなっちゃってますから、この場合はどうしても湯船のお湯が口に入っちゃうということもあります。藤村は入浴剤はあまり使うことがなかったので、ここで湯船のお湯が口に入ったとしても特になんとも思わなかったんですが、場合によっては女の子が口に入浴剤の入ったお湯が入っちゃって慌てるということはあるかもしれないです。ただこれに関しては女の子側の工夫というか、女の子側が何とかするものなので、お客様は特に何も気にすることはないです。高級店の場合はすでに一戦が終わった後のタイミングでもあるので、別にこの時に元気がなかったとしても珍しくはないです。まだまだここからレジャーボートだったりなんなりも控えてますからね。ちなみにこの今日を逆の立場でやってみたいというお客様も時々います。女の子が湯船のへりに頭を乗せて、男性が女の子の腰を持ち上げるようにしてあれこれと92をするというもので、これを逆と言ったり万華鏡と言ったりもするみたいです。ただこれ女の子がやる鏡もそんな初めてでいきなりうまくできるものじゃなくて、何回か講習を受けたり練習をしたりはしているものなので、それを男性がやってみたいって言い出すのはこちらとしてはちょっと怖いんですね。藤村は一応まあ自分でバランス取ったりして頑張ればなんとかなるかと思って、言われたらリクエストに応じてはいたんですが、やっぱり一度だけエキサイトしすぎたお客様に腰をぐいっとお客様側に引き寄せられて頭側からずるっと湯船に落ちたということがあります。こうなってしまうと次の枠にまた別のお客様の予約が入っていたとしたら、この枠の中で髪を乾かし直したりメイクを直したりすることになりますから、数十分の時間のロスをすることになってお客様側のダメージも大きいです。女の子にお口でいろいろとしたいということでしたら、湯船よりもベッドに戻ってゆっくりの方が女の子もリラックスして身を任せられるのでおすすめです。はい、というわけで今回はって何というお話をしてきました。このおもてなしに関しても限られた時間の中で湯船で温まっているわずかな間でも性的に満足してもらいたいという時間の有効活用的な意味合いがあります。湯船の温かさで緊張をほぐしてリラックスした状態で女の子に全部任せてお楽しみくださいね。それでは今日はこの辺で。
お上がりなさいませ。